カナヤンツアー2011サマーは2011年夏に行われた日本のポップ歌手西野カナの3度目の全国ライブツアー及びその模様を収録した映像作品である。ライブは彼女にとって3作目のスタジオアルバムサンキュー・ラブのプロモーションとして行われた。2011年7月29日の戸田市文化会館ホールよりスタートし、 同年9月9日の日本武道館での追加公演をもって幕を閉じた。16会場17公演で合計5万人を動員した。翌年2013年の4月17日にライブの模様を収めた一作目のライブ映像、カナヤンツアー2011サマーが発売された。西野カナ西野カナの作品カナヤンツアー2011サマー、カナヤンツアー2011サマー,ー,サマーは、 日本の歌手、西野カナの1枚目の映像作品である。収録会場の日本武道館9月9日の日本武道館で行われた追加公演を中心に全17公演を追ったドキュメンタリーが収録されている。DVD 版は2枚組で通常版と初回限定生産版に分かれ、ブルーレイディスク版は通常版のみである。また、初回限定生産版には、 特典としてツアー中の模様を収録したスペシャルブックレットが同封されている。バンド、ありがとうございます。